体の毛がすごい。何？体の毛がすごい。ボリューミー？ボリューミー。何食いたいって言ったらさ、何でもいいとかってさ、言ってきたけどさ、うん、こういう人の何でもいいって何でもよくないじゃん、どうして。わかる。そういう意味の何でもいいで言うと、うん、銀だことか、うん、スキヤとかさ、うん、王道でクソうまいやつわかる、うん、そういうの食べたい。え、そういうのが食べたいの？うん。あ、そういうのダメだと思ったの？あ、いや違うね、そういうのが食べたいの。勘違いされがちなんですけど、私大好きなんですよ。なにこの服。え、千と千尋。え、あ、なんだっけそれ、うん、え、マクロクロスケでしょ。じゃないのよ、これカマジーが出てきてさ、あー、名前のない謎のやつ。え、でも結局あれもマクロクロスケなんじゃないの？いや違うでしょ、なんで違う作品と同じ名前なの。そんな早を適当にしないでしょ。え、早尾のサプライズかと思ってた。いや違うね、全然。なんかえ、美容行ったの今日みたいな。あ、昨日。あ、昨日か。あ、私と会うからそんな気合い入れて。あ、そんなことしないですね。そんなことしないです、僕。あの、全然あの、昨日も昨日まで来たね。え、やっぱり気があるんだなって。え、美容室行ったら気があるになるの。昨日新しくしたの、iPhone。 あ、そうなの。そうだよ。え、iPhone 何触って。うわ、ダサ。ダサくねえ。そんなダサって言われるほど古くねえよ。でもなんかやっぱさ、うん、似合わないね、その明るい時間帯。いや、わかる。なんか朝日似合わないね。わかる、うん、そうなのよ。もう夜の匂いすんじゃん。いや、言い方な。何か言い方な。夜の匂いはもうそれキャバ嬢に言うやつだから。俺に言うやつじゃないの。珍しいで、こんな明るいうちに人の家来るの。いや、俺そもそも人ん家に来るのが珍しい。え、だよね、うん、だってあんな自分家だってもすごいもんね。やめてよ、バカにしないんだよ。バカにしてるよ。もう好きや、食べよう。嘘でしょ。なんで。え、本当に嫌い。嫌いなわけないじゃん。しないよ、こんな太ってる。しないよ。好きや、めちゃくちゃうまいじゃん。え、ちょっと何個か頼んでいい？ミニ、チュー。え、そう、何個も食うけ。え、じゃあミニにしてみる。そうだね、うん、えらい。え、それかすき家と何か頼めば。うわ、何それ。おめご、何その発想。いいじゃん、大人だし。やばいじゃん。何が炎上するやつ。炎上するよね。わかるよ。そんなことじゃない、炎上するよ。好きじゃん、犬。うん、いや、好きでも嫌いでも。何なの、好きあれ、とつ素直になれよ。片思いかよ。え、片思いみたいな言い方すんだよ。素直になれよってなんだよ。辛いよね、片思いって。え、やめてよ。敏感だからいいの、片思いとか、うん、そういう言葉に。じゃあもう一つ。おい、え、水飲む。飲む。バーミヤン行きましょうか。何でもいいよ。オッケーです。バーミヤン、ありがとう。うん、のパンだから、ちなみに。え、嘘でしょ。本当だよ、だからあんま見ない。え、ティー見たら頼む。あ、ティー僕大丈夫。あー、ほらね、ティー私大丈夫。むずいじゃん、ほら、ティーは大丈夫。結局何でもよくないのよ。ティーとかコーヒー系ダメなんです私。美味しくない。うまいけ、あれ。あれ、え、あれ、紅茶とかもあるよ。いや、マジで大丈夫、一番大丈夫。うわっ、あ、そうなんだ、うん、鼻高くね。急に今さらそんな高かったっけ。あんた、いいとこにヨギボー置いてる。いや、そうよ。結局、慣れてきたらソファ座んない説でしょ。え、座んないよ。ねえ、うん、結局ここなんだよね。わ、うん、かるわ。ミニストップもある。ミニストップのさ、エッグスフライポテトとかさ、フランキーチキンみたいなの作ったことある、うん、俺、ミニストップでそういう系買ったことないかも。俺、ファミマと、うん、ローソン、セブンとかしか買ったことないの。え、ファミマだったらファミチキ食うの。ファミチキでしょ。ファミチキ行ったくでしょ。あ、まあ、スパイシーチキンだ、俺は。私、ファミチキの今までの何消費量負けないよ、絶対。私、すごいよ。スパイシーチキンも含め。あ、いいよ。いや、じゃあ負けないけどね。え、だって今年何歳 ?30。あ、1個下か。うん。だとしたら、だって 1歳のブランクあるし、私の方がまだ。いやいや、その1年、そんな大事な1年じゃないよ。私、高3の時だって毎日食ってたの、ファミチキ。ほら、もうその時点で350。まあ、毎日か。でしょ？毎日は食ってねえな。そうだよ。ファミチキが一番好き。そうね、初めて食った時感動したけどね。やばいよね、溺れたかと思った。ジューシーでしょ。もうさ、水噛んだのかなと思うけどさ。素敵。
え素敵ね。何水噛んだのかな。いやいや、何が素敵なの。素敵な料理。えっと、もうあれ、なんか何回さ、もう服ダメにしたか分かんないよね。分かる。ジュワーでさ、垂れてさ。とりあえず手ベタベタね。あ、そう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 。あの髪が何の意味もなさないからだけ。あれ、設計図やな、感じ。大好き。あと何個やら炭酸水も見た、レモン。はえ炭酸水レモン。いや、わーとか言わないで。これ、わーって言われがちだけど、わーって言わないで。炭酸水か。ロビーにあるロビー飲む意味ある。何ロビー意味やば。だからさ、ミニストップで炭酸水頼んでくれたら私ポテトとかも頼めるじゃん。ああ、そういうことね。思いやりないね。やば。そんな冷たいことじゃなくない。まだまだまだ早くない。どうすんのミニストップに炭酸水飲む。あ、確かにそうでしょ。思いやりないね。で、見ろよ早く。なかったら言えよ。え、喧嘩喧嘩だよ。喧嘩じゃん、これ完全に。喧嘩っぱやよ。あんのよ。早くして。2? 2でしょ。いいの3じゃなくて。いい2でしょ。割り切れる方がいいか。え、なんか、え、やらしい。どこかない。割り切れる関係なのに。どこか得されなしで。やらしいじゃない。なんかあんま気にしないもんね。なんかそういう。太るとか太んないとか。気にしない。美味しいもん食べた方がいいじゃん。うわっ、やば。つけよう。絶対そっちの方がいいかな。そんな。ねえ。俺も一番わけわかんないのがさ、うん、ラーメンとかでさ、うん、健康意識みたいなやつあるじゃん。あるね。食うなよって思わん？ロカボ麺みたいなやつ。そう、ロカボ麺とかさ、もうなんか何がしたいんあれ。不健康になりたくてラーメン食ってるのにさ、うん、そうね。なんで健康意識すんだみたいな。この間恐ろしいラーメン見つけたよ私。何？野菜だけのラーメン。何それ。出てきちゃったね、ついに。もう終わりの始まりなんだけど。やばすぎ、ほんとについに出てきたわよ、それ。なんか良くない方向に行ってるよね、世の中今。健康、健康とか言ってさ。行ってるよ。麺入ってない。やばすぎなんだよ。でも、鍋じゃん、それ。鍋の最後じゃん、それ。それみんながつついた後の鍋の最後じゃん。締め前ね。ね、締め前。締め前よ。野菜多いな、じゃないんよ。そうよ。うどんかちゃんぽん麺どっちにするみたいな。そうそう、ワンちゃん雑炊盛りだねって。あ、そう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 。ちょっと教え臭いかも。押し入れ？臭い。うん。嘘。優しさ？うん、違う。何押し入れ臭いって。押し入れの匂い知らないから。あとその家の。分かんない。でも共通じゃん。押し入れの匂いって大体。いや、そんなことないでしょ。じゃあ森家はちょっといいあれなの。おい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 、急にうちの家庭いじってくる。いいタンス。いやいや、うちの家庭いじってこないです。畳むは？ああ。はい。畳む。畳む派なんだ。何多いって。いや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 でも雑に甘えられるような男はあなたしかいないからさ。いや、素晴らしい。よかった。雑にね。いや、大事じゃない、それが。なんか全部受け入れてくるね、今日。いやいや、いや、嘘でしょ。なんで？いつもちゃんと受け入れてるでしょ。え、こないだでもさ、あんまあれだったじゃん。いつ？ずっとポケモンのゲームしてさ。え、私の話も大して聞かねえ。あれは、うん、あれはもう僕自身が限界だったんですよ。あ、確かにね。そうでしょ。メンタルがね。そうそう。だって、それこそ。逆に心配してくれたじゃん。何？あ、そうだそうだ。でしょ？忘れとるんかい。あ、そうだそうだ。おいおいおい。おいおいおい。でもさ、あんなさ、どん底みたいな感じだったのにさ、ちゃんとツアーやっててさ、偉いなと思った。ツアーは僕も予定してますから。まあそうだけどさ、うん、そうだけど、あ、ちゃんとすごい、すごいなと思うよ。47都道府県回らなきゃいけないからさ。え、全部巡るの？そうよ。え、山形行くの？行く。え？山形かな？山形で。マジで？山形いつ行くの？山形いつだっけな。え、山形のどこでやってくれるの？ありがとうね。いいえ。こちらこそ。5月14日、うん、山形市民会館です。ああ、うん。もうすぐじゃん。そう、割とね。うん、もう来るよ、好きよ。マジで。激上げ。うわ、すげえ、マジで食いたい。超テンション上がってきた。わ、切れそう。切れそう。いいね。いや、わかるよ。こうやって俺もずっと、もう一緒、うん、俺とやってること一緒。
テレビで適当にこうなんかつけながら、うんうん、一緒です、ね、ミッツさんが、うん、熱海のさつきみどりさんのお店でお買い物するってやつを、うん、見てた、おもろそうじゃん、普通に普通におもろそうじゃん。で最近うな牛いっぱい食べるんだよね。はあ、もうあの神にいたずらみたいな飯ね。どう考えたってお前に決まってんだろみたいなね。そう、金と金が乗ってるやつでしょ。そう、わかりますわかりますよ。金と金って何、もう金と金じゃん、なぎと牛ってさ。そうね、どうしちゃったのあれ、考えたやつ天才かよお前みたいな。っていうかさ、何すごいね。えすごくない、っていうかさの鬱憤が量が多い。すごいじゃん値上げ最近。マックとかもさ、俺らがだってさ、子供の頃なんてさ、年寄りみたいなこと言うね。違う違う、まあ子供の頃って言っても15年前ぐらいですよ。でもハンバーガー100円とかじゃなかった？80円だったよ。80円だったか、うん、でも今150円とかだよ。そうだよ、ハンバーガー80円でチーズバーガー100円じゃなかった？あ、そう、チーズバーガー100円か。そう、すごいね、倍近く上がってんだよ今。そうよ、怖くない？どうなってくるのかしらね。もうね、ハンバーガー1000円とかなんのかな。でもさ、うん、それでも食べるのかな、人は。食べんじゃないの、だってマック食いたいって言って1000円出して、その新しい世代はさ、当たり前として受け入れるじゃん。で、今の子たちが小学生で iPhone 持ってるみたいなもんでしょ。あ、そうだね、私たちは過去の景色を知ってるから、うん、その1000円のハンバーガーを恐れるけど。そうだってiPhone とか今クソ高いじゃん、普通に十何万するじゃん。昔さ、携帯そんな高くなかったじゃん。どんなもんだっけ iPhone って。いやいや、 iPhone とかのガラケーとかの時よ、2、3万で買えたんじゃない。ウィルコムなんか持ってたんですか。え、ウィルコムなんて持ってた。ちゃんとなんか青春してんだろ。いや、してるよ。あの、裏の電池のところ変えてね。電池パックね。電池パックのところ蓋ね。蓋ね、うん、だからその時の付けてた彼女とかと変えてね。あ、そうそう、色違いみたいなね。すごい、すげえちゃんとダセいことやるじゃん。やるでしょ、あれみんなやってたでしょ。みんなやってたけどね、一回本ちゃんの携帯でかけて、うん、ちょっとじゃあかけ直す、ツタハニービーでかけ直すみたいな。そう、2時間40何分までは無料ね、無料だから、いかきますっつって切ってまたかけ直すみたいな。そうそう、家の前ぐるぐるしてる、まあ、恥ずかしい。ちょっとすき家とバーミヤン一気に来そう。鉢合わせんじゃない。うん、恥ずかしい。戦いが大きいんじゃないの。めっちゃ食いやつ、牛丼と中華の戦いの気分。ミニストップも結構追い上げてきてるから。ミニストップは早く来いよ、とりあえず。でもミニストップ最後に頼んだから。あ、そっか。そうだよ。にしては頑張って。厳しいんだけど。ねえ、やめてよ。あー、楽しそう、飲みたい。なんかすごい可愛いよね。3なんだからじゃない。あ、ほら。ほら。はい。はい。あ、すごい、すごいラッシュ。ラッシュじゃん。壁に入ったよ。ウーバーの格変入りました今。うるさい、止まらない。格変入りました。うるさい。あ、すごい、え、すごいじゃん。はい、家の前もうビュッフェみたいになってる、多分置き配で。もうね。やったー。はい、え、激しい、激しいね。大人気、大人気チャンネルじゃん。ウェイ、玄関の前におじさん3人ぐらいいた。めちゃくちゃいい匂いしてる。エビチリとレタスチャーハン。レタスチャーハン、いいわ、いいでしょ。そのちょっと遠いね。え、この机が遠いわ、ね、座る、え、座って食べるにはちょっと、じゃあもう、うん、これを、あ、あ、あ、オッケーオッケー、こうじゃない。そう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 、そういうことよ。こうやってのとりよりの、それか。やってほしいときってあるじゃん。あ、そうなの。うん、おやつなんかあるね。上手に甘えて生きてきたの。そう、3なんだからね。私も言うてる。あ、そうなの。次男の3番目え、何、次男の3番目お姉ちゃん、お兄ちゃん、私だから末っ子ってことでしょ。あ、そう、うんうんうん。ミニストップは今だよ、今来るよ。ミニストップはなんだよ、大事だよ、もう一人に行くと思うんだよ、全部。Thank you。電球ペンキ買いましたよ、これで。ね、これ冷蔵庫いっぱい入れて。なんだよ。え、容赦ねえだ。一本一本飲むよ、一本冷蔵庫よ。食べよ
いいとこだけ持ってくな。え、いいとこだけ持ってきやがって。え、これ食って今、え、違う、ちょっと一回、いいっすか、汁物からいいっすか。変わんねえよ。え、全然違う。変わんねえよ。いただきます。濃いめだよね、好きやの。あー、優しかった。優しかった。一瞬に過去にした。優しかったわ。おねえみたいになってる。優しかったわ。ちゃんと具入ってるからいいよね。そう、結構デカめなんでしょうね。そうそうそう、もう世の中の味噌汁全部これでいい。豚汁ね、うまいよね。うん、あ、うまい。あ、やばい。うわ、まだちょっと早い。ジャンキー、ジャンキーが過ぎる。それ変わんねえじゃねえ。いや、一旦こっちからです。むず、そう、むずいね。よろしくどうぞ。さすが。うわ、み、やばくない。見たことあるよ、なんかよ。俺もあるわ、ね、あるけどさ、やっぱ毎回テンション上がるじゃん、これ。考えたやつ、ちょ、めっちゃバカじゃない、これ。わかる。そうだよ。考えたやつ、めっちゃバカじゃん。でも、最高にうまいじゃん、これ。うまい。なんて言ってんの。なんて言ってんだよ。一個も分かんなかった今。うん、うん、うん、うまい。なんでこんなうまいんだろう。やってることやばいっしょ。高菜明太はもう米でいくってことね。そう、すごい。すごいね、かわいいよ。え、かわいいわよ、なんか。あー、何もしたくなくなっちゃった。うわ、すごいことしてんじゃん。何？ねえ。何か？そういう人？何よ、やりたきゃやりゃいいんだよ。ご飯ファクトリーの人？なんでそれ。工場？工場長？そう。えー、何？A と B で新しい C を組み出す、生み出す人ね。そうだね。あ、ファクトリーだ。まあ、エジソンだね。あ、よく言うじゃん。いい方に言うじゃん。そうだよ。いい方に言うじゃん。そうよ、うん、ま、バーミヤンの餃子が好きなんだよね。うまいよね。うん、何もしてるわね。うん、物知り。いや、そう、これに憧れてたね、俺は。何は？ウーバーイーツ頼んでさ、うん、なんか YouTube 撮ってさ、これに憧れてたね、ずっと。これに憧れる人いんの？いや、いんのよ。最高じゃん、これも。ストーリーとかでさ、うん、動画上がりますみたいなさ。俺あれ結構見てるね。あの黒心ちゃんと引っかかってる人。怖くない。怖くないし、です。私が思ってる以上に見てるからね。そう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 。いいなと思って、うん。バカみたいなものしこたま食いたくなったら、じゃあまた来て。ね。うん、結構な頻度になるけど大丈夫そう。うん。まあ、相談しながらね。ダメなんじゃない。いや、なことない。なことない。ちょっとね、エビチリのエビ取りすぎじゃない？おせえから。急にマジな、マジな声出すな。おせえからじゃない。おせえから知らないよ。うまいしょ。うまいね。うまうま。うまうまだな、うん。なんか私がさ、女子アナ嫌いだみたいな話してたら、なんかすごい喜んでくださってたんですけど。なんだろうなと思って。いや、別に女子アナが嫌いってことに対して共感したわけじゃなくて、極論ですけど、はい、やっぱ人の悪口って面白いじゃん。そうね、わかる、うんうん、もう俺が歪み切ってるから多分そう思うんだろうけどさ、うんうん、今のこの時代、うん、多様性のこの時代からもう真逆いってるじゃない。何が？人の悪口で笑うとかって発想って真逆言っちゃってるじゃん。もうさ、誰がそんなやつ応援するんだよみたいな話なんですけど、でもやっぱ結局面白いと思うんだよね、それって。そうだよ、そうだよ。悪口もさ、なんか愛がそこにあればさ、いいじゃないっていうさ。悪口言うのとかのってさ、めちゃくちゃセンス必要じゃん。言い方と言葉選びと誰を言うかによってさ、いや、マジでこれさ、全然変わってくるじゃん。誰が誰のことを言うかによってさ、うんうん、もう全然変わってくるじゃん、うん、それを分かってるやつじゃないと言っちゃいけないと思ってんだよ、うんうん、むやみやたらにただのヘイトじゃなくて、うん、面白おかしくするためのもの、うんうんうん、だったらなんか俺は全然あり、う
だなというかさ、うん、多様性の時代でなんか誰でも受け入れないといけないんだったらこんな俺らも受け入れてみたいな、うんうん、いやよっぽどつまんない世の中になってこいよこのままいくいやそうよ、うん、変えていかないと我々がやめてよ担えないわ我々そんな重荷恐ろしい足を踏み入れないわ私は